台湾初の世界チャンピオンになるかロッキー・リン。あどけなさを残すと18歳ランディ・チョーチャレオン。あれいいあワンツー伸びる距離は結構いいっすよ。ワンツーロッキー・リンもワンツーあーいいあーいいあーいい右を打っていきましたロッキー・リン。右右から蹴りデモンタイトロッキー・リン。今のカウンター良かったですよ。いいカウンターが入りましたロッキー・リン。こちらがペースを握るかという熾烈な争いになってますね。ダメなら台湾に帰ると話すロッキー・リン。来日して11年目を迎えます。おーリンロッキー・リンの右いい右が入りましたロッキー・リン。いいですよいいですよ。中に入ろうというところ後ろに下がっているロッキー・リン。まっすぐ下がっては危ないロッキー・リン。思い切って中に入っていくランディ・チョーチャレオン。ボディーのロッキー・リン。ボディーを返しますロッキー・リン。ロッキーリンボクシング人生の全てをかけたラストラウンドです。黄色いトランクスがタイの18歳若い力ランディ・チョーチャレオン。ランディも若さに任せて前へ出た。いい気持ちが出ています。ロッキーリン左のボディーランディ右のストレート。右は返した。右のアッパーロッキーリン踏み込んで右のストレート右のストレート。ナイスアウト。赤コーナー陣営からも踏み込めという声が飛んでいます。ナイスゲームナイスゲームナイスパンチ。残り10秒を切りました。台湾初の世界チャンピオン誕生なるかロッキーリン。右のスクッロッキーリン渾身の力を込めてボクシング人生の全てを込めてラストラウンド。今12ラウンドのゴングが上がりました。試合終了。ランディ勝負チャレンジ。新チャンピオンはタイのランディ。ロッキーリン2度目の世界挑戦。最後の世界挑戦も一歩及びませんでした。